国頭村奥集落にある共同店、糸満森国が1906年に設立、創業100年以上も続く地域の店です。その経営には独自の哲学がありました。島に愛を、車に夢を、ハイブリッドの沖縄トヨタ自動車がお送りします。奥共同店が設立される前、他の地域から奥集落へやってきた人が店を立ち上げ、商売を始めたそうです。記録によりますと、裸一貫というかほとんど何もない状態で奥にやってきた人が、たまたま商売を始めて、でそれでどん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 儲けてしまって、もう一方 の、 あの雑貨商をしていた森国さんが、自分だけが儲けるんじゃなくて村全体の店をちゃんと作ろうということになったんですね。一人だけ儲けていいのか、一人だけが豊かになっていいのか、そういう精神だったと思います。糸満森国が考える奥共同店の経営は、集落の住民で出資し、その利益を集落の住民に分配すること。共同店を運営していく間に、やはりそのみんなで力を合わせなくちゃいけない、自助努力で頑張るんだっていう精神が一段と育まれていったと思います。みんなで力を合わせて、いろんな問題を対処していくんだという精神がものすごく強い集落ですね。ここ山で得た利益は皆で分け合う、奥共同店の経営には地域の哲学が生きていました。